その離れた両腕に光
がも苦しめられたっけ。ハンプティ巨大な体が特徴だが、どんな因果ですげえしたのやら。こいつの硬い皮膚にはガロウ家も効かなかった。あの時はさすがの俺様も焦ったぜ。アスモディ、ロケシの鼻を見しまうと、どうやら人間は本音をさらけ出すみたいだな。それを利用して暴動を起こさせ、死んだ人間を食らう。パントマイムみたいな攻撃をするふざけたやつだ。ダンタリアン、ホラーにしては美学なんて言って気取ったやつだぜ。人間の魂をコレクションするなんて趣味が悪いよな。ノーブル、おもちゃ売りを装い幼い甲賀をかどわかしたホラーだ。だが卑劣な策も大河には通用しなかったがな。奴の名はブエル。古来より乗り物に憑依し、その腹の中にホラーの大群を隠して移送する厄介な奴だ。ガーゴイル、歪んだ心を持つ造形家に憑依した。モデルにした女を彫刻のようにもてあそび食らっていたようだな。その翼で闇を滑空する面倒なホラーだ。奴の名はハル。水槽ゲートに出現し魚に憑依する。完全体となるために人間の孤独な心に漬け込んだ卑怯者だ。ボナファルス、博物館の古い銃に潜み、そこから発射されたマダンを通じて人間に憑依した。人間の思惑通りに行動するホラーは珍しいな。ホラーの始祖メシア、恐ろしいほどに巨大な奴で、歩くだけでホラーを出現させる。人間の体をゲートとして現れるとは知っていたが、まさかカオロがゲートにされちまうとはな。まずいぞコウガ、このオブジェをゲートにしてホラーは現れたようだぜ。コウガ、どんどん邪気が強くなっている。油断するな。ここまで追ってきて骨折り損だったな。ホラーの気配がするぞ。気をつけろコウガ、こいつはきっと罠だ。聞けコウガ、奴の思うつぼだ。これからどうするコウガ。コウガ、他にホラーの血の匂いがするぜ。あいつがホラーだ。背後から怪しげな資源が来るぞ。恐れるなコウガ、お前の恐怖心が身を滅ぼす。今本当に大切なことだけを考えろ。コウガ、何か策があるのか。俺様にはホラーの居場所を探知する能力があるんだ。せかすな、今探知している。おかしい、ホラーが探知できない。コウガ、いるぞ。ホラーの気配だ。凄まじい邪気を感じるぞ。落ち着けコウガ、怒りに我を忘れるな。ん？背後から邪悪な気配が。面倒な予感がたっぷりするぜ。いや、どうやら思い違いだったようだ。コウガ、ホラーの気配だ。近いぞ、そこの路地だ。コウガ、こいつはホラーじゃない。コウガ、あれがゲートだ。近いぞ。おそらくこのビルのどこかに奴がいる。逃げられたか。逃げ足の速い奴だ。コウガ、日没が近い。奴が覚醒しつつある。きっと奴にも何か因果があったんだろう。最悪の事態だな。コウガ、なんだか今日は嫌な予感がする。コウガ、もうすぐ夜明けだ。今日のところは一
まず退散しようぜ。